気いっぱいにすくすくと育つ子どもたち、私たちの宝物です。明石市ではそんな子どもたちに重点を置いたまちづくりを行い、子育て家庭を応援しています。子どもの元気は明石の元気、そんな思いが盛り込まれた新しいまちづくりの指針が平成23年度からの第5次長期総合計画です。子どもの成長をしっかりと応援するためにたくさんの取り組みをスタートさせました。その皮切りとなったのが平成24年に創設した子ども未来部。子どもに関する施策を総合的に推進する全国的にも珍しい子ども専門の部署です。この子ども未来部が中心となり、市民の子育てをがっちりとサポートします。子育て家庭にとって大きな負担の一つが子どもの医療費ですよね。明石市ではその負担を減らし、子どもたちの健やかな成長を応援するために医療費の助成制度を大きく拡大しました。これまでは子どもの年齢や医療費の内容などによって制限がありましたが、平成25年7月から全ての0歳児から中学生までの通院・入院の医療費は所得に関係なく無料になりました。この中学生までの無料という医療費助成は兵庫県内でもトップクラス。子育て世代を力強く応援します。そして未来を担う子どもたちに明石のことをもっともっと好きになってほしいから、天文科学館、文化博物館、明石海浜プールの3つの施設の入場料を無料にしました。時と宇宙の博物館、天文科学館では明石市内外を問わず高校生まで無料、プラネタリウムも楽しめますよ。明石の歴史と文化が丸ごとわかる文化博物館では市内外を問わず中学生まで入場無料。明石海浜プールでは明石市内に在住在学の小学生まで無料です。本格的な50メートルプールでたくさん泳ごう。働きの家庭が増加する中、明石市でも保育所の入所希望者は毎年増え続けています。そこで明石市では保育所の分園を設置し、待機児童の解消に取り組んでいます。平成24年度は0歳から2歳児が特に多い西明石や大久保地区で幼稚園の施設を活用した保育園分園を3カ所で開園。受け入れ枠を60人拡大しました。平成25年度には中崎、大久保地区に2カ所の保育園の分園を開園し、受け入れ枠をさらに60人拡大。また幼稚園の保育時間終了後に預かり保育を行う取り組みも始めました。毎日利用するわけではないけれど子どもを預かってほしいという家庭を支援し、年齢の違うお友達とも交流できます。子育て支援の拠点、子育て支援センターのサービスもさらに充実。市内6カ所にあり、就学前の子どもと保護者が自由に利用できます。また市民の皆さんからニーズの高い中学校給食、栄養バランスの取れた安心安全な給食で食育や地産地消にも取り組もうと、平成27年9月からのモデル校での開始に向け取り組みを進めています。おはよう。おはようございます。はい、いってらっしゃい。おはようございます。おはようございます。子どもたちを育てるのは保護者だけではありません。親も
明石市も、そして地域も一体となって子どもたちが元気いっぱいに育つ姿を見つめています。そう、明石の町には子どもを応援する人たちがたくさんいるんです。子育て支援センター大久保北を運営する NPO 法人フルーツバスケット、今日は読み聞かせの先生を招いて集まった親子らに絵本を読んでいます。こうやって集まる場所があるのは子育てをする若い親にとってとても大切なことなんです。見たよねって、さらに喜んだ。はい、ふれあい遊びの時間が思ったりとか、英語遊びだったりとか、ベビーマッサージとか、親子で遊べる楽しさとか、お家に持って帰ってもできるような遊びを提供してます。初めて子供さんを持つママたち、パパとか頑張りすぎるので、頑張りすぎずにちょっとホッとできる場所、それとスタッフに子育て相談なんかをして、ちょっと肩の荷を下ろしてもらって、また子育てを頑張ろうかなって思ってもらえる場所だったりとか、同年代の子育て中のママとお友達になって、お友達作りの場所に利用していただきたいなと思ってます。自分が子育て中に欲しかったこと、やって欲しかったこととか、それとか言ってもらって嬉しかったことを、これからの世代のママたちに言ってあげたいなとか、提供できたらなと思って、地域でみんなで子育てっていうのはすごく大事だと思ってます。こちらは西明石の子ども夢文庫。高齢者を中心とするボランティア花園の皆さんが子どもとそのお母さんが気軽に訪れる場所を提供しています。本の貸し出しも行い、幼児の身長体重を計測できるのもお母さんたちから好評です。はい、頭測りましょう。頭つきますかね。各家族ですしね、もちろんですので、おじいちゃんおばあちゃんいらしても遠いとことか、私たちボランティア花園がおばあちゃん役になろうかな、それが地域でやっぱり一番かなと思ってやりだしました。ボランティアの方も楽しんで、子どもたちを抱っこしたり、久しぶりに孫と遊んでるような感じですね。また次の方が出てこられますので、それが嬉しいですね。ずっとじゃ同じじゃなくって、また次のお母さん、また次の新しい方が見えられるというのが、顔が見えるつながりができますのでね、地域で、はい、町であってもいやって言いますし、宝ですのでね、子どもですので、本当に頑張って、はい、応援してやりたいと思います。はい、平成28年度中に完成予定の明石駅南再開発ビル、ここに子ども図書館や子育て支援センター、さらに市役所の母子健康窓口を設置する予定です。より便利になる明石駅前で、市民の皆さんの子育てや子どもの学びを応援します。未来を担う大切な大切な子どもたち。明石市では子どもに重点を置いたまちづくりを行い、子育て家庭をしっかりと応援していきます。